ただクラスの風当たりが弱まれば永瀬もいくらか楽になるだろうそれに俺も桐山から前はもっとガンガン攻めてたとか言われたからううあき桐山は別に悪くないからな後で折檻とか体罰とか処刑とかそういうのはやめとけよな感情伝導もしてないのになぜ私の考えていることが分かった顔あ とにかくこれからはさっきみたいにアホな真似をしようと思ったらまずあたしに相談しろ思いつきで行動するんじゃない